にちは、ひなたです。今回はなんとフェスマコンの映像だと思います。インスタで質問を募集したんですけど、たくさんの質問ありがとうございます。今回はちょっとお姉ちゃんが横にいますなのでせっかくならちょっとね一緒に撮りたいなと思って、今回は質問をしてくれます。お姉ちゃんからよろしくお願いします。では行きましょう。それではレッツゴー。ちょめちゃくちゃ多いけど行きます。じゃあ上の方から、あ、はい、あ、鬼滅の刃、これ教えてほしい。鬼滅の刃の他に好きなアニメ漫画ありますか。だってあります。何？約束のネバーランドっていうアニメがあるんですけど、うん、そのストーリーがめっちゃ好き。どう好きなの？悲しい系？ミステリー。あ、ミステリー、こうちょっと怖いミステリー、そういうの好きなのね。すごい面白い。次行きます。すずちゃんとのコラボの予定はある？だってあります。いつかは分からないけどあります。今会いたい人は？今会いたい人はすずちゃん。すずちゃん彼氏欲しいですか？いりません。あ、いらないの？いないの？いません。あ、いらないんだ。そういう話聞かないな。シャンプーとリンス何使ってますか？だって なんだっけ今一緒にあれ使ってるね。ボタニスト。お姉ちゃんと一緒に使ってる。ボタニスト。ボタニスト。今一番やりたいこと？ゲーム。ゲーム？今さっきまでずっとやってた。次、シロさんの秘訣は？だってシロさん白いよね。そうね、ママがめっちゃ白いだよね。絶対そうだよね。母譲りだよね。変顔3連発まで3、2、1、どうぞ。それで2、これ3、2、3、それ3、うん、OK、ありがとうございます。ダイエット、ダイエットどうしよう、助けて、ダイエット方法お願いします。だってダイエットしてますか？してませんね。夜に、うん、夜にチョコとか、うん、ポテトとか食ってますね。あれですね、あの彼女はあのお菓子しか食べませんね。え、カラコンつけてみたい色とかある？だって緑、青とかちょっと外国人風のなんか、あ、そういうのやってみたいみたいな。コロナ対策してますか？してたらどんなことしてますか？まず、うん、絶対除菌とかする。除菌、もう目、もう見つけたらすぐしに行くよね。うん、消毒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 ないじゃん。おすすめのプチプラコスメは何？え、キャンメイク。キャンメイクいいよね。絶対キャンメイク。リップいいよな。めっちゃいい。なんていうやつだっけ？持ってくる。こちらです。キャンメイクのステイオンバームルージュ13番がおすすめです。これ新カラー。ファンの方からもらったやつです。ありがとうございます今日使いました。めっちゃいい。マックに行ったら何頼むの？最近はコーンとポテトとジュース。お風呂入ってる時何してる？だって携帯持ってって、携帯持ってって YouTube 見て、うん、ちょっと見た時に置いて、うん、お風呂シャンプーしながら見る。スキンケア何してるの？肌キリスキンカイだって。自分は乾燥肌、敏感肌なので、なのでお姉ちゃんからもらったキュレルの化粧水と乳液をいつもつけてます。鬼滅の刃で誰が好きだって？かなおちゃん。ひーちゃんの憧れの人は？ねおちゃんさんとゆなちゃんさんです。ちゃんさん二人とも可愛いよね。やばいね。本当にすごい憧れる。マジで尊敬する。何がそんな？なんかねおちゃんさんはなんかもうめっちゃ努力してる。本当に。あ、そうなんだ。うん、みんなが見てないところで陰ながらの努力がね。ゆなちゃんさんは、うん、もう喋るのが上手。すごい。あ、ポジティブでいい。すごいなって。次、身長何センチ？伸びたよね。伸びた。伸びたよね。うん、150とかあるんじゃない？ 150？ ないでしょ。148じゃなかったっけ？あ、そうだったっけ。でもこれが投稿される頃には150いってたりしてね。それぐらい伸びてる最中。今ね、1ヶ月2センチ伸びてる。シースルーにしてる髪の毛どのくらい伸びただって？今ここら辺まである。やっとこんな伸びた。好きなお菓子は？好きなお菓子ちょっと変わったんですよね。刺激キックスと、刺激キックスとポテチ。今？マカダミア毎日食べてる。あ、そうじゃん
てあげてるのに今言わなかったの。刺激化したのとか見たことない。じゃあ、あの売ってないの。売ってないのか。見つけられない。好きなだけで売ってーよ。あ、すずちゃんと同じクラスなった？なってないんでしょ、それが。もうめっちゃ願ってたんですけど、うん、もうならなくて、もうね、クラス行った時にすずちゃんって言って、もう叫びながらハグしてました。次、家族に一言。あ、これ聞きたいやつですね。あります？家族に一言聞きたい。家族に一言、うん、一言。いつもありがとう。大好き。思ってんだ。ありがとう。嬉しい。なんでその顔。次、イベントする予定ありますか？まだ分かりませんね。中止されちゃったんですよね、たくさん。家ですね。皆さんに会えませんね。ファンの方々に会いたいですね。ピエンって使う？もう今使った。使うよな。ビエン超えてパオンピエン。はい、ありがとうございます。あ、来てた。ピエン超えてって来てた。お、同じ子。パオン。ありがとうございます。2回目。はい、最近有名人に会った人は。最近有名人に会った人は、あ、超10代のイベントをで超10代の出演者の皆さんに会いました。たくさん有名人がいて、もう湧いた湧いた湧いた。次、はい。行きます。聞きたいです、これ、うん、好きな人がいたことありますか？ありました。もちろんありますよね。はい、ありますよ、そりゃ。詳細は言いませんと。はい、はい、次、はい、今使ってるスマホケースを見せてほしいです。見せてください、はい、さくらんぼ。足を細くするために何をやってる？なんかやってんの？あ、でもたまに、うん、あの保湿クリームをたっぷり塗ってこうやってギューってやってる時は。あ、お風呂の中とかでもやる。中学で大変なことは？勉強。切実だね。勉強。ハテナみたいな。勉強？あ、勉強大変。ついてくのに必死みたいな感じだね。すげえ。またイベントやってくれる？うん、もちろん。オフコース、うん、最近ハマってる TikToker と YouTuber は？おすすめをよく見てます。これ、この人っていうのはないみたいな。YouTuber は？あ、ゲーム実況、ポッキーさん、リブライトさんっていう人がいるんですけど、あのフォートナイトのをよく見ます。この人面白い。2年生の間にやりたいことは？青春。お、青春。何青春って？ワイワイ。とりあえずワイワイした。それが青春らしいです。中2の。はい。メイクのコツ教えて、だって。メイクのコツ？コツ？ここにハイライトを入れるのとか。キラキラにする。カラコン強いよな。あ、そう、カラコンマジ強い。メイクも入れる。学校ある日は何時に起きてるの？前までは4時半とかだったけど。4時半、朝。最近は起きれないから、うん、6時とかに起きてる。待って、4時半、何のために？え、なんかめっちゃ心配性だから、うん、寝坊するんじゃないかって。そう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 、うん、そうそうそう、それが怖くて4時半に起きる。めっちゃ、うん、怖い。恐怖心だから。恐怖心でと戦ってる毎日。忘れ物とかもめっちゃ何回も確認してる。ほんと忘れ物？なんでなんか準備とかも。前日の夜に。それはしたくない。あ、そうなの。朝っすねって許されない。だからあのアラームなんでね。そうだね、毎朝のね、アラームね、起きもしないアラームをね。ちょっと食べてね。寝てるこちらとしてはね、起きる気ないでしょ、それは。鳴り続けるよね。だってさ、1分ごとに設定してるんです。怖いんですけど。全然起きなくて、みんなが起きるっていう。お前が起きる。うるせえなで、お姉ちゃんから出まくるんですよ。隣の部屋にいるのに。うるさい。あ、これは聞きたいやつですね。学
校とかで告白されたことあります？ある？はい、あるんだ。学校で？学校ではない。小学校の時はある。じゃあそれにちなんで、はい、好きな男性のタイプはありますか？面白い。面白い人がいい、うん、面白ければ何でもいい。外見とか気にしない？好みはあるかもしれないけど、うん、まあでも好きになった人がタイプって言うのずるいのかな、わかんないけど。おー、まあ、いいですね、好きになった人がタイプ。照れてますこの笑い。照れの笑いです。次、はい、好きな K-POP の曲は？ K-POP 好き？うん。あ、そう、好きじゃん。ブラックピンクし、うん、の曲。ソロソロソロ。あー、ジェミー様ね。もうジェミーが可愛い。もう本当にいつも可愛い可愛い可愛いって。もう大好きだよね。大好き。じゃあ最後の質問いきます。ファンのみんな一言どうぞ。はい、みんないつも応援本当にありがとうございます。大好き、チキン。はい、ということで今回の質問はこれで以上です。たくさんの質問ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。 VE